青木良子は、日本の音楽家、脳声学家。現代音楽の作曲家と脳の声楽である、歌いを素材にした新曲を発表している。父は建築家の青木茂鳩る。こに、芥川賞作家の小野正つぐ。大分県佐伯市出身。14歳より、脳の稽古を始める。東京芸術大学音楽学部法学科能学専攻卒業。 東京芸術大学音楽研究科修士、家庭修了。ロンドン大学東洋アフリカ学院博士課程修了。平成27年度文化庁文化交流士。2019年第11回、創造する伝統賞受賞。作曲家が作曲した、歌いのための新曲の講演活動を行っている。今までに50人を超える現代音楽の作曲家が、楽曲を提供。 ペーテル・エトベシュ、ステファーノ・ジェルバゾーに、細川俊夫などの作曲家による現代音楽作品の初演、オーケストラとの共演、オペラ出演などを行う。2010年より世界の作曲家に農性学の新曲を移植するシリーズ、現代音楽の王を主催している。コロナ禍の2020年5月より世界の演奏家とリアルタイムにリモート演奏する YouTube ライブ。 脳性学奉納を開催した。テアトロレアル王立劇場にて、オペラ出演。ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団、フィレンツェ5月音楽祭還元楽団、アンサンブルアンテルコンタンポラン、ミュンヘン室内還元楽団などのオーケストラと共演。パリの秋芸術祭、ムジークフェストベルリン、バルトークフェスティバルへの参加や、コンセルトヘボー、ベルリンフィルハーモニー、フィルハーモニーとパリ。 ケルンフィルハーモニーなどのホールに出演している。ありがとうございます。